こんにちは、はみ出しパーソナリティのタメです。というわけで、今回はちょっとはみラジ特別編ということで、ゲストの方をお呼びしております。まあ、そのゲストの方っていうのが、まあ、RYT200 保持者の、まあ、ヨガインストラクターをしてらっしゃる奥村翔太さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、タメです。はい、ご紹介に預かりました奥村と申します。まあ、この度はお呼びいただいてありがとうございます。とんでもないです。はみラジさんにお呼びいただき光栄です。はい、では、まあ、はみラジ、はい、はみラジってご存知ですか？はい、まあ、今回のお話いただいて、YouTube の、ラジオを、まあ、拝聴させていただいて、すごく面白いなっていう、ありがとうございます。大体聞かせていただきました。で、まあ、ああいうコンセプトというか、はい、まあ、ちょっと抽象度高めの、まあ、人生、はい、人生うるさいような感じでやってるじゃないですか。はい、そんな印象を受けましたね。そういう感じでやってるんですけど、はい、ってなった時にやっぱりその人生視点、はい、あるいはその例えばあの中村天風だったり、はいはいはい、私も好きですね。ああ、そうですよね。まあ、彼もねヨガ出身の方なんでね。そうですよね。で、はい、その中村天風とかの教えとかっていうのも結局そのヨガ哲学、はい、そうです。そのものですね。はい、だってなった時にそのそういうこう人生視点、中村天風的な視点から見た時のこうヨガっていうものを、で、なんかこうこれから我々こう、なんていうかヨガをみんなでやっていくみたいなようなことっていうのも発信したりとか、こうヨガの魅力に迫っていったりみたいなことっていうのをやっていきたいよなって言ってたんですよ。なるほどですね。でもなんかそういう、じゃあちょうどいい人というんですかね、はい、なんかここのハミラジの価値観を分かってくれて、ユニークですもんね。そうそうそう、分かってくれて、はい、でなんかこう一緒にやりましょうって言ってくれるような、こう、まあ、こう実技を教えられるというか、あ、はいはいはい、まあ、はいはいはい、難しいポーズとか、はいはい、をこう教えていただけるような人いないかなって言ってた時に、ちょうど奥村さんと、なるほどなるほどなるほど、そうなんですよ、お会いしたんですよ。はいはいはい。で、まあ、この度こう一緒にやっていただくっていう、いや、それはもう光栄極まりないですね、本当に、あの今玉井さんがおっしゃってたそのコンセプト、はみラジさんのコンセプト、はいはい、全く同じことを考えてたんで私も、奇遇にも全く同じこと考えてたんですよね。全く同じなんですか？はい、なんかちょっとこの辺はニュアンス違うなとか、あ、その辺はストーリーが違うぞとか、ストーリーも含めて全く同じでしたね。そんなことだからもう共感というかシンクロでしたよね。あ、なるほどなるほど。それでヨガやれって言っていただいたら、もうそれ私しかいないじゃないかとなりましたよね、完全に。まあ、そうだから、お会いして、はい、そうですよねってこう話して盛り上がって盛り上がりましたね、はい、結構盛り上がりましたよね、あれね。なんか3軒4軒ぐらい行ったんですか？最後ラーメン、最後ラーメンですね、はい、あの歌舞伎のあそこのラーメン、はい、はい、そうですね、あそこのラーメン、まあ、ヨガ的には NG なんですけど ね、まあ、ね、爆食いしちゃいました、ね、その辺の頃爆食いするこうそっちの方がマスラオですからねみたいなことも言うてはったんで、いや、もうマスラオはもうずっと私のヨガスタジオで言うてきたことなんで。あ、そうなんです。教えてくるんで、こっちと全く同じ、普段からマスラオヨガを教えてくる。なんかその辺の共通言語っていうのも初めてあった気がしないというか。確かに、はい、ね、マスラオ、模範集マインドとか自然に使ってましたからね。ポロッとね、なんか僕は、あの、それは模範集マインドってポロッとこう雑談の中で、ポロッと出ちゃったんですけど、あ、模範集マインドね。そうですよね。あ、そうですよね。脱獄したいですよね。あれみたいな。ナチュラルでしたね。っていうぐらい、まあ、共通言語が一致してるっていう、まあ、奥村さん、ヨガインストラクターのね。はい。よろしくお願いします。あの、来ていただいて、はい。で、まあ、その、いわゆる、その90、1時間ぐらいちょっと座学的な。はいはいはい。まあ、ヨガの哲学だったりとか、まあ、はみラジさんの視点。はい、まあ、はいはい、一兆人生だったり絶対積極だったり、はいはい、自分1億人おる中の順位上げ目指すやん、その辺までこの、あ、もう全部聞かせていただきました。ああ、ちょうど同じこと考えてたんで、あ、ちょうどたまたま同じこと考えてたんで、去年の9月ぐらいの、はい、まあ、我々はバリにいてる頃、そうですね、はいはいはい、ちょうどその時私もバリにいたんですけど、あ、ヨガでヨガでいたんですけど、そうですよね、確かに確かに、はい、はい、その時にね、そうですよね、ヨガの、はい、ヨガ200の、そうですね、そんなハミラジ、資格を取りになられて、そうですね、うん、そのハミラジさんのコンセプトを通した、うん、じゃあヨガってなんやねん、うん、ヨガってどういう意味あんねん、その人生的に、うんうん、そのヨガの哲学、うん、人生的な意味だったり、うん、じゃあアーサナ、要はあのポーズあるじゃないですか、ヨガのね、はいはい、ああいうのやる意味あんのっていうのを、なるほどね、まあ結論から言うとめちゃくちゃあるんですけど、あ、ハミラジ、まあ、サロンさん的にもね、なるほど、これいわゆるピラティスみたいな、はいはいはい、ちょっとこうエクササイズ的なものだと、はいはい、はい、ピラティスはたおやめなんですよね。あ、
ピラティスはタオヤメ、ね、タオヤメなんですよ。別に言い悪いは別としてタオヤメなんですよね。はいはい、はいはい、でヨガはマスラオなんですよ、ね、なぜヨガがマスラオなのかっていうところも含めてまあもちろんまあ1時間ちょっとなんで、うん、ヨガの全てを語ることはできないんで、うん、まあ、要点だけをお話しさせていただこうかな。要点を、はい、要点お話ししていただくということなんですね。そうですね。なるほど、はい、それを1時間ほどやった後じゃあ実際そのアーサナの、はい、そうですね、はいはい、それ90分ほどですね。そうですね、この90分の実際のヨガのアーサナ、まあ、ポーズだったりをやる、うん、やっていくっていうのも、まあ、いわゆるヨガスタジオで、うん、みな、イメージヨガスタジオと聞いてイメージするような、うん、なんかリラックスだったり、うん、ホットヨガだったり、うん、なんかダイエットだったり、はいはいはい、ストレッチだったり、はいはい、まあ、一般的なイメージ、されるであろうものとは異なる、うん、はい、マスラオヨガというものを体感していただけたらな。なるほど、もう、はい、オリジナルのそのいわゆるこのヨガの、はい、一連の流れだった。そうですね、一連の流れ、シークエンス、あ、シークエンスって言うんですね。フローというんですけどね、それをもうすでにお持ちで、そうですね、それをもう己のヨガ哲学から降りてきた、降りてきた、それをマスラオに下ろしたアーサナだったり、はい、その流れだったりっていうのを体感していただくことで、なるほど、まあ、もうメンタルだったりコンセプトからの、まあ、人生っていうのは皆さんも作り上げられてると思うんで、はいはい、それを肉体からも、はいはい、のアプローチも、はいはい、なるほど、させていただいて、そんなユニークなヨガノウハウというか、さらにそうですね、もうすでにお持ち、もう持ってます。自分軸ヨガインストラクターですね。そうなんですよ、それでやってるんでね。その自分軸っていう言葉もご存知ですもんね。もちろんです。なるほど、そんな自分軸ヨガインストラクターの、インストラクターの奥村さん、まあ、歴3ヶ月なんですけども、まだ、はいはい、はい、まあ、歴はね関係関係ないんですね、ヨガは、はい、そうですよね、ないです、はいはいはい、なるほど、やらせていただくので、奥村さんを、はい、お楽しみにしていただければ、まあ、ゲスト講師として、はい、してはみだじ勉強会ですね、はいはい、っていうのを1月、21日1月21日日曜日、はい、の15時から18時、はい、の、まあ、その3時間の間もヨガスタジオ、場所はどちらになるんでしょうか。場所は広尾にあるヨガスタジオさんを、まあ、レンタルさせていただいて、はい、まあ、よく使ったりもされる。そうですね、初めてですね。はい、なるほど、初めて使わせていただきます。あ、はははは、うん、まあ、綺麗な、すごい綺麗なところなんで、まあ、ところと、まあ、そこで、うん、写真撮影だったりとかしても、はい、まあ、映えるんじゃないかなと、はいはいはい、まあ、それこそマッチングアプリに使えたり、そこでポーズ撮ってる、まあ、姿をいい感じに写真に収めていただいたら、そのままマッチングアプリ、はい、まあ、トーカレだったりですとか、はい、あ、お詳しい、そちらの方もお詳しいんですね、まあ、やらせていただいてるんで、あ、はい、そうなんですね、にそのまま使えると、はい、マッチングアプリ勢のニーズまで汲み取っていただけてる、もちろんそこも入れさせていただきました。そんなヨガインストラクターの方いないですからね、なかなか、まあ、まあ、異端とされてますね、はい、異端ですね、はい、干されてます、うん、業界でヨガ業界で干されてます、干されるでしょ。ヨガですか、はい、確かに一番下のね、非暴力とか、そういう倫理的な、そうですよね、倫理的規範には禁欲とかあるんでね、あ、確かに、ね、あのね、セックスしない、はいはい、はい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 、その真逆を言ってることになるんで、8段階のファーストステップでも、はい、くじけてるやつやないかっていう批判はよくされるんですけど、なるほどなるほど、その辺もコンセプトに組み込んで自分軸で、いや、意味ありますよ、すごいマスラオヨガやってある、ね、それがマスラオヨガなんで、ね、なるほどなるほど、そんな、じゃあ、まあ、そんなスタジオをまあ借りてるんで、はいはい、そこで広域写真撮影もはかどるよと、そうです、なるほどなるほど、はい、広域、あるいはじゃあストリートナンパにも行かせたりするんでしょうか。行かせたりしますね。ほう、なるほど、まあ、うんうん、まあ、これ難しいんですけど、はいはい、やっぱり皆さん筋トレされてる方って多いと思うんですよね、はいはい、でやっぱりそういう、そうですね、ナンパだったり恋愛だったりされてるっていう方は、はい、大体モテるために女の子に聞かれたら、はい、筋トレとかやってるでと、ベンチプレス100キロやで、うんうん、まあ、大体みんなやってくるんで、かぶっちゃうんですよね、うん、まあ確かに、うん、差別化が測りにくい、はいはい、もうみんななんかこう筋トレするとかプロテイン飲むとか当たり前みたいな、結構メジャーになってきてるじゃないですか、はいはいはい、ただメンズヨガってまだそこまでメジャーじゃないってなった時に、はいはい、女の子にあそこで、筋トレとかやってんのってなった時に、あ、ヨガやで、みたいな、はいはい、マスラオヨガやってるってなったら、もうそこ で, そです、ね、マスラオヨガやってるっていうのを女の子に言う、そのまま言います、あ、そのまま言います、これポイントですね、そうです、あ、ヨガやってるじゃないです、マスラオヨガやってるよ、え、俺ヨガやって、え、ヨガやってる、マスラオヨガやってる、やってる、ここまではワンセット、ワンセット、そこで、はい、あ、なんやこの男、他のやつとちゃうぞと、うん、タオヤメ男か思ってたけど、マスラオ男の可能性出てきたぞ、うん、と女側はなるわ、うん、まあ、なるわ、ね、100% なりますよね、そうです、はいはいはい、その辺を、うん、まあ、武器の一つとして使っていけるんで、なるほど、
うん、なるほどなるほど、まあ、ナンパにもまあプラスにはなると。なるほど。また歩きやすくもなりますしね。やっぱりアーサナの効果、股関節の可動域が広がるなどして、股関節が360度回るようになるんで、なりますね、はい、大股で歩けます。確かに、はい、確かに歩くのが早い女の人とかいるじゃないですか。180度以上の歩幅で歩けますからね。歩けます歩けます、うん、回転しちゃいます。そうです、回転もできるんでそうやって歩いたら回転しちゃいます回転ストリートナンバーもできるんで、うん、はいはいはい、歩くのをね、あ、それしながらの、回転しながら歩いていくもいける。あ、声かけできる。さっそうと歩いていく女の人いるじゃないですか、はいはい、歩くの早い女性、はいはいはい、追いつけます。なるほど、ヨガやれば。確かに追いつけます。例えばやっぱりストリートランプやってると、はい、この何やろ、うん、あの人声かけたい、むちゃむちゃ可愛いけど、うん、いると思います。歩くの早いから無理やっていう諦めとこうかな風になって、なったことあると思います皆さん。それで超絶美女今までどんだけ逃してきたか。そうで、お悩みの方多いと思うんですよ、うん、今回のヨガ参加していただいたら、うん、追いつけます。追いつけるんですね物理的に追いつけます。これってあのなんかもしかしたら失礼な質問なのかもわかんないですけど、はい、大丈夫です、何でも。追い抜けるんですか。追い抜けます。あ、追い、あの声かけずに追い抜くこともできます。え、追い抜くこともできる。できます、まあ、保証はできないけど、まあ、人によっては、まあ、大体できますね。私が今まで見てきた生徒さんだと大体できるんや、うん、むしろ追いつくというより追い抜きたい方が多いんで、やっぱりそういう子結構目標が高いというか、高いというか目標が高いというかねなっていきますね。やっぱりあいつ追い抜いたぞと、超絶美女、歩くの早い超絶美女追い抜いていったぞと、大股でおられます。なるほどそういう感想もいただいてます。大股で追い抜くことができました。はい、奥村さんのおかげです。ありがとうございます。そうですね、感想もやっぱいただくんですね。いただくんですね。ありがとう。やっぱ嬉しいですよね。そういうのいただくとね。やっぱそういうお客さん、生徒さんってすごくやっぱ教えがいもあるというか。はい。うん。うん。いう方ですよね。はい。はい。はい、そういう方もいらっしゃって。うん。まあそんな、まあナンパ。はい。にも行きますと。にも行きますよと。はい。いうような、まあヨガですので。ヨガです。まあぜひこれからね、ハミラジとしても、うん、そのこうヨガっていうのを、こう中村天風しかり、うん、まあ別に、それ以外のこう人生系ビジネス系ナンパ系とか、うん、まあ、いわゆるビジネスナンパってこう2大こう具体的ジャンルアクティビティ、はい、その一つになるかもしれないくらい。確かに3大アクティビティの ね3つ目に加えていただければもう本当にそれはもう、うん、これ以上の、ね、うん、喜びはないですけどね、うん、ヨガインストラクターとしては、はい、確かに、まあ、その自分軸ヨガインストラクターの私としては、うん、なんで、まあまあ、ヨガっていうよりかは例えばじゃあ食事とか健康とか睡眠とかいわゆる生活習慣、まあ、その人生とかビジネスとか、うん、こう女とかは言ってきたけど、うん、なんかその生活というか、はい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 、生活習慣とか、はいはいはい、別にじゃあ俺ら今まで食事語った、あ、俺らじゃない、その我々の味、はい、としてはその語ったことがなかったんですよね。なるほど、意外ですねそれはね。そうなんですよ、はいはいはい、でなんかその最初の一個の切り口として何かないかなみたいな、うん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 、じゃあ筋トレ、まあ筋トレってまたちょっとまあ僕らキャラクターもう一人いるんですけど、はい、まあ、ちょっとキャラクター的に、なるほど違うんですね。やってる時にちょうどヨガやっていうのを一個のこうこれから切り口とかにしていけたらみたいなことも思ってるんで、あ、はい、ちょうどかもしれないですあ、と言いますのも、うん、と言いますのも、うん、食事、はいはい、ヨガ、運動的な健康、うん、もう睡眠、うん、もう体の環境全部、うん、私ですそうなんですか。私それ希望です。あ、それ希望それ希望ですそれ希望でもう絶賛修行中なんですよね絶賛修行中なんです。あ、ちょうどそれ希望なんですね。もう全そのジャンルの RYT を取れそうなんで、あ、このままいけばね、このままいけばね、はい、そのヨガを突破、まあ、それはまあ皆さんと一緒にっていうところもありますけど、ちょうど僕らもそのこの辺話したいなと思ったんですけど、はい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 、ちょうどね、これもまた奇遇なことに、そうですね、ちょっと早くスタートさせていただいている分、はい、何かお伝えできることもあるんじゃないかなと。だからそういう希望をされて、希望してます。希望をされて、希望させていただいてます、はい、もうそのポジションはもう確立されてある、はい、希望ポジションは第一希望出してるんで、はいはい、なのでね、あとはそれがその希望がね現実に、はい、ね、なるでしょうからそうですね、はい、希望はそういうもんですから、はいはい、なので、その辺、はい、まあこう長期的にと言いますか、はい、そうですね、あ、ぜひアミラジさんと絡ませていただけたらなと思ってますので、はいはい、なので、まあ、これから、まあ今後ともこう例えば音声を取ったりだとかね、はいはい、うん、はい、一緒にこういいんですか、この対談音声みたいな感じで、いいんですか、ほんまめっちゃ心強い、恐縮です恐縮です、はい、はい、ぜひまあそういう音声取ったりだとか企画やったりとかも
やっていこうかなと思って、まあ、その一発目ということでこの1月21日の、はい、あの疲労のヨガスタジオで13時から18時15時からあ15時から18時、まあ、昼の3時から夕方の6時をお待ちしてますというのと、はい、あとその後の懇親会、はい、はい、懇親会ですよね、懇親会、うんうん、があって、はい、あのまあハミラジのメンバーさんと、はい、まあ、この奥村さん、はいはいはい、あ、私もちょっと、まあ、んですけども懇親会参加させていただきます、はい、でまあぜひねこう皆さんも多分奥村さんに質問したいこととか、はい、あ、まあヨガのことだったり全然聞いて、はい、人生系とかまあなんかそのマッチングアプリやってナンパやったりっていうところもヨガナンパのことだったり、はい、聞いていただいて、そうですね、パラマハンサヨガナンパのことだったりヨガナンパ派としてね、はい、あのまあいろいろ質問もあるでしょうし、あ、全然何でも NG なしで、はい、なんでまあご飯になるけどやらみんなで行こうかなみたいな、なるほど、ってなった時にじゃあまあヨガやり終わって、うんうん、まあ何食べると、まあまあまあ確かにタオ大体タオヤメヨガ派の方たちっていうのは、うん、まあヨガの後、まあビーガン飯に行ったりとか、あ、はいはい、はい、まあ健康的な野菜中心の健康的な飯に行かれる方々が多いですね、一般的にはね、はい、でもビーガンはやっぱりタオヤメ、それはタオヤメなんで、タオヤメになっちゃうんですね、やっぱマスラオヨガ飯というのもありますからね、はいはいはい、はい、でマスラオヨガ飯ってなった時にやっぱり肉ではないかと、はい、そうですね、玉井さんといろいろお話しさせていただいたら、うん、まあ肉になったと、うん、焼肉、うん、焼肉になったと、うん、うまい焼肉、うまい焼肉、うん、行った方がええんちゃうか、はい、はいはいはい、はい、いうことになったので、まあ、まだその店に決まってないんですけども、はい、だいたい普通にそれで候補にいくつかバーッと出したんですけども、はい、うま焼肉を、はいはい、だいたい、まあ今までのこうハミラジのイベントって、まあ、10人ぐらい、はい、そうですね、だいたい参加してくれてるんで、あ、なるほど、僕ら見れて、まあ、13とか15とかになったりするじゃないですか、はいはいはい、その時に、まあ、人数的に入れるとこ全然なくて、あ、確かに確かに、うん、そのね、なんですけども、団体ですね、まあとりあえず募集して大体人数も把握して、うん、まあ、大体同じ人数やろうかなと、うんうんうん、まあ、どっか店決めとこうかなと、なるほど、思ってます、ぜひ皆様にお会いしたいですね、うん、はい、それはっていう感じで、まあそのヨガの合宿と、うん、あ、ヨガの合宿じゃない、ヨガ3時間やって、うん、で、焼肉食べて、懇親会でインストラクターの方奥村さんにいっぱい質問とかできる時間は、だからその懇親会にもありますし、もちろんそのね、うん、レッス、講義中だったり、うん、レッスン中だったりも、うん、ガンガン質問していただけたらと思います、うん、あと懇親会から参加しますっていうのも OK、 あ、 OK です、ヨガは興味ないけど、はい、そのヨガインストラクターの奥村さんと例えばお話ししたいだとか、はいはい、っていう方もいらっしゃる、それはもちろん歓迎ですね、もう何度、はい、どんな形でも懇親会から参加ですでもいいですし、まあヨガから参加です、ヨガから参加でもいいし、うん、ヨガだけでもいいです、まあ確かにヨガだけでもいいですし、そうですね、はい、意識高い方は結構ヨガだけっていう、はあ、そうね、方もいるんじゃないかなと思いますけど、やっぱ焼肉まで入れた方がね、マスラオ的にはね、うんうん、いやすごいな、なんかやっぱりすごいハミラジの価値観、そうですね、すごい、全く同じこと考えてたんで、逆に今まで結構肩身狭かったんですよね、ヨガ界で、あ、ヨガ界で、はい、なるほどなるほど、ヨガ界のタブーばっか、ね、犯してるんで、確かにやっぱそういう伝統あるものっていうのって、はい、なかなかやっぱりそういうなかなかそのしがらみだったりとか、そうですね、めんどくさい、はいはい、付き合いが多いですけれども、ね、はい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 、そこでなんかこう新しい、こう、こう異端な、ある種異端なことをしようと、はい、してもやっぱりこう古い体制から抜け出せない人に対して反感買ってとか、買ってそことの戦いですから日々、あ、でもそれは奥村さんがそういう、こう新進系な切り口で、はい、こうヨガのことを多くの人に知ってもらうきっかけを作ることで、うん、結果的にこうヨガの業界に貢献しよう、盛り上げるし貢献するしっていう思いがあるわけじゃないですか、あります、なのにやっぱりそのそんな思いがありながらでもその古い体制変えられない人たちと別に向いてる方向は同じなんだけど、うん、そうですね、こそこがこう分かり合えないっていうやっぱもどかしさあるんじゃないですかね、うん、ありますね、やっぱりね、うんうん、その辺はねやっぱナンパだったりで突破していきたいですけれどもね、うん、あ、そういったそういった感情はナンパでナンパで突破できないかできるかそれは今後の課題ですね、そうですね、まあ、まあ業界のね難しい問題ですか、ナンパして行ったらめちゃくちゃ面白いですね、はい、まあ、そういうことそんなこと言うからねまた反感買うんですけどね、うんうん、そうですね、うん、ヨガ界の方という、まあ、っていうね、まあ、その思い熱き思いをお持ちの、うん、RYT200 保持者のヨガインストラクター、はい、奥村さん、はい、とのイベントを皆さんお待ちしておりますという、まあ、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。